静岡市職員の男性が自殺したのは長時間労働や部下のパワハラが原因だとして今月、公務災害に認定されましたこれを受け男性職員の遺族はきょう市に対し再発防止などを申し入れました申し入れをしたのは当時50代の静岡市職員の妻と義理の兄です会見によりますと市職員だった男性は 月30時間から80時間の時間外労働を余儀なくされさらに部下から罵倒されるなどのパワハラに遭い2014年の10月にうつ病と診断されましたその2ヶ月後に男性職員は職場で自殺し地方公務員災害保障基金静岡支部は今月3日に公務災害を認定しました 認定を受けて男性職員の遺族はきょう静岡市に対し長時間労働の防止策を講じることや関係者の処分などを求める申し入れをしました静岡市で働いている人たちがです、ね、本当にその豊かな気持ちで,です、ね、毎日楽しいと思いながら働かなければです、ね、市民にとっていい仕事はちょっとできないと思うんですよね。 このじ、えー、と、自主というね、事柄を。まあ、いい教訓にしてですね。まあ、二度とこういったことないように。まあ、したいと。公務災害の認定を受けて、田辺市長は。亡くなられた職員のご冥福をお祈りするとともに。ごく、ご遺族にお悔やみ申し上げます。今後の取り組みを含め、真摯に対応してまいりますとコメントしています。